朝起きてから向かうペンが走る。フレッシュな位置にソウルホート走る。健康が第一なんてよく言ったもんだな。ネガティブな TV をシャットダウンして終わらない課題に取りかかる。要はライフワーク、マックブック開き、世界に挨拶。どこでもドアみたいにパッと飛び抜けてく地球のコア。今何してる？突然のコール、思いつきのアイディアが呼ぶ幸運。よく言う瞬発力っていうやつが解放してくれる単調なループの重圧。嗅覚を使い新しい遊び方提案する。マドサイエンティストのような友達が俺にはいるから、スルーできない運命。星の下で壊れているレコードかけて踊り明かす。明け方から巣が続くシャンパン閑散とした街は愛おかしい。 どうなるかさえもわからない。1秒先を心配してる君のまま。未来は砂の粒のような。今を集めたお城波がさらう。サラウンドスピーカーのようにおのずと語られる人営み。いろはにほへとパペット真似事真似をゲットしても出ぬ彩り。ハリボテのイミテーション、ポリシーの奇跡が意味ねえよ。まるでよくできてるバービー人形。生活の中に落ちてるヒント、求めて漂う思考の海。生み出す波に抗わずに、フィルした感覚大地に大地に根を張り、愛してる今と未来を。